味気なく冷たささえ感じる物寂しい部屋、そこに優しさとぬくもり、温かみをもたらしてくれる雑貨たち。中でも木製のものは自然が生み出した生きる雑貨。雑貨っていいな。夏目雑貨標本家のお時間です。皆さんこんにちは、夏目です。今回は4回目、風呂場とかトイレとかその辺のやつ。これね、ちょうどこれ開けてなかったので、これ開けてやりながらやっていこうと思います。ちょっと汚いんですけど、お風呂マットとか汚いから買い替えたいんですけどね。あとこれシャンプー、これ買い詰め替える途中。あ、ちょ、これちょっと恥ずかしい。まあ、ちょ、こんな感じで、ね、玄関とかね、はい、靴がこうあってね、これオランジーの前のやつ、あとこうなんか料理の本とかがあってって感じですね。はい、まあ、トイレはまたちょっと後でね、ゆっくり。はい、こんな感じです。すごい梱包が丁寧。はい、ビジ。ちょっと時間かかるな。カットします。これだけじゃただのなんか骨がない枠だけのさ。これワイヤーバスケットね。これもよくできてるつうか、なんだ。これはあれかな、元からあるやつなのかな。これもね、あれです、ハンドメイドのお店の、お店っていうか通販で買ったやつなんですけど、この木の枠はねハンドメイドだと思うんですが、このバスケット、ワイヤーバスケットはさすがに既存品かな。これを作るのは相当な、もう本当に企業というか会社レベルだと思うんだけど。おう、ん、なんか違う、あれ、な、うん、あ、逆か。逆や。こっちだ。こっちが上だ。逆だわ。こうな。はいはいはい。おお。おお、いいねいいね。思ってたよりもちっちゃかったんだけど、まあ逆にいいかも。はい、こんな感じ。こんな感じにして、ダイソーで売ってる、こういう、麻。もうマルチカバー、これをこうここにこうかけるとね、こういう詰め替えとか、こういう詰め替えとか、こういう普段使わないやつとかこう入れといて、しまっといて使う時に出すっていうね。あ、これ今使うけど今詰め替えるけど、とりあえずまだ入れるものは後でゆっくりやりますけど、とりあえずこんな感じでこれを半分に折って、また半分に折って、むずい。赤ちゃんとか動物、ちっちゃい動物のこう寝床みたいな、ね、感じで、こんな感じでね、寝床みたいな感じでこうやってさっさっさっと、ね、やりまして、中身を隠しつつこうワイヤーも見えるっていう感じで、はいはい、こんな感じになりました。どうでしょう。でこれをねここに置くと、でこう風呂場にね近いから、なんか使う時とかここから出せると。うん、でここの上になんか置きたいですね。なんかこう物を置ければいいな。こう緑、植物、なんかこうグリーン系でなんか置ければいいかなって思うんですけど、まあ今何もないので置けるものないんですけど、とりあえず洗面器で置いとくか。一気にダサくなるけどね。とりあえず洗面器置いとこう。はい、こんな感じです。とりあえずこれはこんな感じ。ちょっとグリーン買ってこよう。ちょっとさすがにダサい。あ、そう、あとこの電気ね、これシールです、全部。こういうなんだっけ、レストルーム、
バスルーム、レストルームっていうのは、まあ、トイレとはちょっと違う、なんて言うんだろうな、洗面所っていうのかな。うん、でもうちちょっとあれなんで、安いところなんで、こう丁寧に洗面所とかないんですけど、まあトイレと洗面所みたいな感じの意味合いだったはずなので、一応これで代用してます。でバスルームそのまま、風呂がね、1,2,3 と、これが換気扇みたいな感じでシールでこうやってね、流行ってます。鳥がこう引っ張ってるみたいな。でここが、まあなんつうの、キッチンの電気なんですけど、まあウォッシュルームね、ウォッシュルーム、まあ流しみたいな、キッチンっていうか、まあ流しね。うん、これも鳥が引っ張ってこう電気つけてるみたいな感じです。ライトこう、ただねシール貼って木目っぽくしてるだけですね。これも100均のシールです。ここのシール、あ、この猫ちゃんは違いますけど、このシールは全部100均です。さっきのやつも猫ちゃん以外は100均です。こっちもね、この猫ちゃん以外は100均こっちもこの猫ちゃん以外は100均ですね。基本的にほとんどね、100均のものでだいたいいい感じに揃うので、本当に100均は素晴らしいなと思います。今の100均本当に素晴らしいなと思います。